えー、皆様こんにちは高市さないでございますま、えー、もなく7月8日は安倍晋三元総理の5明日3、えー、回期となりますで、まあ、私にとりまして安倍晋三元総理からの、まあ、遺言ともいえるテーマがございます、まあ、安倍総理がご生前何度もおっしゃっておりました、えー、夫婦別寺制度 まあ、いわゆる選択的夫婦別姓制度との世の中で言われているものですが、まあ、夫婦別姓制度だけどさあれはダメだよ高市さんが法務部会に提出した法律案あれを成立させればいいんだよということをおっしゃってました、まあ、私が法務部会に提出した法律案、まあ、ここにございますでこの法律案 なんですけれども、まあ実はあのまあ名前は婚姻前の夫子の通称使用に関する法律案というものでございます。で、この法律案では、まあ今と同じように戸籍上の夫子、まあつまり戸籍に書かれているのは夫婦親子同夫子であること、まあつまりファミリーネームは、えー、そのまま維持をしながら。 えー、婚姻前の氏を通称として使用する届け出、まあ、今でも通称使用届というのを出せますよね、まあ、その届け出をしたものについては国地方公共団体事業者講師の団体は婚姻前の氏を通称として称するために必要な措置を講ずる責務を有するというものでございます。 ですから、まあ、私が、えー、自民党法務部会に審査をお願いして出した、まあ、この法律案、まあ、これが成立しますと、まあ、国も、えー、地方公共団体も講師、えー、の団体も、まあ、事業者も、えー、どうしても自分は、えー、婚姻前の氏を使いたいと、えー、ちゃんと届け出をしてますよと、まあ、いう方に関してはです、ねえー、それができる環境をつくる。 まあ責任を有することになりますで。この法律案、書いたのは、最初に書いたのは、すごく、えー、古い、えー、ものでした。あの、0千二年に最初に、えー、提出をしました。その時はですね、えー、通称を使うことすら許さんという。えー、超あの保守系の、えー、議員が何人かいらして、えー、他方ですね。えー、通称使用じゃなくて、もう戸籍から。 で分けようと、まあ、しかも戸籍上の夫の氏、えーえーまあ、名字ですねこれとそれから住所で戸籍上の妻の氏と住所もう住所も氏もバラバラにしようという、えー、別姓推進派の方々の意見が入り混じりましてですねで2002年に法務部会で審査をお願いしたときには この法律案はアウトで、えー、討議決定もできず、国会にも提出はされませんでした。その次に再挑戦をしたのは、ずいぶん時間が経ってからなんですが、2020年に2回目、えー、この全く同じ法律案を法務部会に提出いたしました。でもこの時は、 審査もしてもらえませんでした。まあ、よってこの法律案というのは、えー、まだ自民党の政調会の法務部会にそのまま残っているものでございます。まあ、なぜこういう法律案が必要だと私が思ったかといえば、まあ今、今あの男性も女性も両方ともご夫婦で働いておられる、えー、ご家庭がもう圧倒的に多くなってます。まあ、そんな中で例えば。 うん、営業職で,です、ね、婚姻前の氏をずっと使ってた方が、まあ、営業先に行って、えー、名刺の氏、えー、が変わってるということになると不便だよねとか、まあ、いろんな話もあって、まあ、それであればちゃんと、あのー、この婚姻前の氏を、えー、使いますと通称として使いますと届け出をした方に関してはもっと便利にしたいな、まあ、そんな思いがございました。で実際に えー、足掛け4年間総務大臣をやった間のたった1年だけを使って挑戦してみましたつまり、えー、総務省が所管する住民基本台帳法ですとか地方自治法また公職選挙法消防法放送法電気事業法などなどすべ、えー、ての法令を、えー、チェックしました総務省が所管する資格ですとか それから事務手続きをする時に戸籍の氏しか使えないとなっていたもの全てを婚姻前の氏いわゆる旧姓これで対応できるようにしました。婚姻前の氏もしくは通称使用届を出していらっしゃる場合には戸籍名と婚姻前の氏の兵器どちらかで対応できるようにしました。で総務省単独で、 えー、変更できたものだけでなんと合計1142件でございました、まあ、これで総務省単独で、まあ、やっているような届出ですとかそれから資格制度、まあ、これはもう全部あの結婚する前のうじで、えー、やれるということになったんですで私は考えました全部の役所の大臣が同じことをやってくれはったら あの別に結婚して氏が変わったとかで離婚してまた氏が変わったという時にですね何の不自由もなくなるんやないかと、えー、そう思いました、まあ、私は別に何か法律を改正したわけじゃないんですあの全部の法令をチェックしてで総務省からいろんな団体、えー、ですとかその事務をやっているところに通知を出しただけで、えー、全ての手続き1,142件がたった1年で。 変更できました。あのつい先般なんですが、六、えー、月十日付でまあ日本経団連から、えー、要望書が出たと。まあこれは、えー、選択的夫婦別氏制度まあこれをあの実現してほしいという要望書がなんと、えー、経団連から出てきたと、えー、いうこと。私はニュースで知りました。 あの経団連の会長が総理のところにお持ちになったのか法務大臣のところにお持ちになったのか知りません <laughs> 私は別口ルートでこの要望書を手に入れました経団連の方の理由としては働く女性の不便が解消できないとか、まあ、国際社会での活躍のために不便があると、まあ、いうことであったんですね。であと不動産登記が 婚姻前の氏でできないということも書いてあるんですが不動産の名義登記に関しましては今年の4月1日から婚姻前の氏つまり旧氏のままできるように変わっております、ね、ちょっと情報が古いかもしれませんまたの海外に出たときに自分の証明ができないという話も書いてあるんですがパスポートはもうずいぶん昔から 兵器<平>で <laughs> あの発行していただけますので、まあ、これもそれほど不便がないと思っています、まあ、すでにマイナンバーカードパスポート運転免許証住民票印鑑登録証明書ではもう戸籍有事と婚姻前の有の兵器が可能になっていますそれから国家資格、えー、これも内閣府の方であの調査をしてくださったんですが あのもういろんな役所が、えー、所管している国家資格が314あるんですが、まあ、全てで旧氏婚姻前の氏、えー、を使用することが既に可能になっております。ですからあの、まあ、こういったことを皆さんにも知っていただいてであの、まあ、結婚して氏が変わって。 自分のビジネスや社会生活に不便があるなと思われたらこの通称使用届を出していただいて免許証もマイナンバーカードもパスポートもそれから印鑑登録証明書も運転免許証もいろんなものを平均にしていただくと身分証明などでお困りになることはないと。 考えております、まあ安倍元総理も私もあの選択的だからいいじゃないかっていう議論、まあ、これに対していやちょっとそれはどうなんだろうと慎重であった理由を申し上げます、まあこれまでにも実は国会にですねあの選択的夫婦別氏を可能にするための民法改正案 が提出されたことがあります。まあ、1本は参議院で、えー、これは当時の民主党から出たもので、1本は衆議院で立憲民主党から提出されたものえー、2本があるんですが、内容は同じです。で、その中に。あの書いてあったことなんですけれども、あの要は子どものうちですね。 別氏夫婦の子はその出生の際に父母の教義で定める父または母の氏を称すると書いてありますあの生まれた時にですねお父さんとお母さんが話し合って、えー、高市の氏にするか山本の氏にするかを話し合うと教義が整わない時は家庭裁判所は教義に代わる審判をすることができると。 書いてあるんです。まあ、つまりあの民主党及び、まあ、立憲民主党が出してこられた案でもですねやはり別氏になった夫婦がその子どもの氏を取り合って決められないケースが発生するということについてはあの想定をされているわけでございます。ただ、 協議ととが整わない時は家庭裁判所がこれを審判するということになるとこの争いを持ち込まれる家庭裁判所は一体何を基準に、えー、生まれたばっかりの子どもの氏、えー、を決めるのか。 審判ができるのか。まあ、ここが一番、あの、私にとって心配になったことです。まあ、戸籍法では出生から十四日、えー、以内にですね。えー、まあ、出生届を出す。まあ、つまり、子供のあの出生届を出すということになってます。で、今の法律であれば、あの戸籍上は夫婦、親子同氏ですので。もう出生した段階、生まれた段階で。 えー、もう子どもの氏は決まっていると戸籍上のファミリーネームに決まっているということなんですが、まあ、全く戸籍上も夫婦が別々の氏になると、まあ、子どもさんが生まれてからどっちの氏にするかを決めなきゃいけない。例えば親権を争う裁判でしたら、まあ、これはこれまでも判例がありますのであの法律に法律にあの 父親と母親はどっちが子どもの親権を持つかっていうのはあの法律に判断基準は書かれていないんですけれどもまあ大概過去の裁判例では、えー、子どもさんを養う経済力があるかどうかで子どもさんと過ごす時間を確保できるのかどうかで子どもさんとの関わりや愛情それから子どもさんの年齢によっては、えー、子どもさんの意思 でまたその親御さんの健康状態また教育や居住環境、まあ、こういったものの要素を総合的に考慮して、えー、判断してこられたと聞いておりますだけれどもやっぱりこれ出生直後のこの氏を、えー、夫婦が争っている場合には家庭裁判所がどのような審判をしたとしてもご夫婦両方が納得できる理由を示すことはできないんじゃないかなと。まあ、これが、 あの私の問題意識でございます。でまたあの夫婦同氏、えー、という今の制度では実家のお墓が守れないというご意見もございます。でもあのお墓を守るかどうかっていうのは氏に関係なく、えー、個人に対する気持ちの問題だと思います。まあ、私も、えー、結婚をしてで山本三代になりましても当然、えー、高市家形 のお墓には、えー、お参りを続けておりましたやはり亡くなった祖父母や、えー、亡くなった両親に対する気持ち、まあ、これを持って、えー、お墓参りというのは氏が変わっても続けていくというものだと思います。まあ、お子さんも連れてってっやはり あの両方の,あのお父さん方お母さん方のご先祖様がつないでくださった命の尊さまあこういったものを伝えていく感謝の心を伝えていくまあお箱参りっていうのはそういうものなんじゃないかなと私は思っています。そういういことであのどっちにしても もうその選択的夫婦別姓が導入されるのかされないのか、えー、例えば岸田内閣がどういう判断をするのかで法務大臣がどういう方針を示されるのか私は所管外ですからそこは分かりませんまあ分かりませんけれどもいろんなことを考えなきゃいけないと思っています。 今でももうすでに、えー、婚姻前の氏をですね通称しお届けをして、えー、使ってらっしゃる方がいるで兵器の免許証やマイナンバーカードやパスポートを持ってらっしゃる方もいらっしゃるわけで。まあ、そそのの方々はそのまま、えー、ずっと えー、この通称使用を続けられるんじゃなないいかなと思いますそうすると世の中に、えー、もう夫婦親子同氏、えー、通称も使わないという、えー、同氏夫婦とそれから通称は使えますと、えー、戸籍は同氏だけど通称は使えますという夫婦とそれからあの全く戸籍上も別々ですという夫婦とまあ3種類の 夫婦がまあ出現することになります。まあ余計なお世話かもしれませんけれども、あの第三者もうかなりまあ困る時期っていうのがあるんだろうなと思います。まああくまでも立憲民主党から過去に国会に提出された法律案しか今あの参考にできるものがありませんので、まあそれを見ますと今 同住の夫婦でもこの法律が成立した2年間の経過期間は別々に変えることもできると書かれています。そうするとその2年間の間にあそこの家族は別々になったのか同住のままなのかでお子さん同住はどっちになったのかまあそういうことっていうのは第三者からなかなかわからないことですよね。まあお年賀状を出したりするときにも。 あの、多少困るんでしょうけれども、まあ、この提言書を出してこられた経団連のまあ、企業ですね。経団連の企業の中にもダイレクトメールを、えー、送ってらっしゃる企業もあるかと思います。まあ、そうしますと、その家族連盟で、例えば山本太郎様えー、早苗様、そしてえー、子供さんの名前とこう連名で、えー、書くようなあのフォームで。 ダイレクトメールを出ししていらっしゃる企業これは相手にとって大変失礼なことになりますつまりあの、まあ、私は山本早苗という戸籍であった時にあの山本早苗様で、えー、手紙を頂い,いてもですねこれはもう戸籍の私の名前ですからあの本当に喜んで、えー、それを受け取ってました。 で通称名の高市早苗様で手紙が来てもそれはそれで私の通称名ですから喜んで手紙を頂戴していました。でも戸籍上も存在しないい、えー、で手紙が来るととやっぱり多分不愉快だと思いま,すまあそうするとあの別氏になられた夫婦が別氏になられたまた子どもさんの治も変えられたことを、えー、経過期間の2年間の間にキャッチできなかった。 まあそういった企業からのダイレクトメールが来た場合にですねまあ私が例えば戸籍上高市早苗であって決して山本早苗ではないのに、えー、まあ主人とこう連名で何かダイレクトメールが来たとしたらやっぱり戸籍上も存在しないえ名前でえ来ると、まあ、山本早苗いという名前でえダイレクトメールが来るっていうのは 多分あんまりいい感じがしないんじゃないかなと思います。まあ、かなり様々なところにま影響っていうのは出ると思いますので、まあ、第三者の方がまかなり煩雑な作業をしなきゃいけないってことも少し考えて配慮をしてほしいなと思っています。まあ、これ、あの内閣でどういう方針になるか分かりませんので。 まあ、賛成だとも反対だとも、えー、明確にはできないことかもしれませんが、まあ、私はあの経団連さんが出してこられた提言、まあ、単にこの,あの女性の活躍に不便だとか国際社会で、えー、不便だとあのいうような理由であれば、まあ、私が書かせていただいた えー、法律案、まあ、これを成立させるだけで、まあ、全ての国の機関地方公共団体講師の団体事業者がですね届けを出された方はちゃんと給仕、えー、で大丈夫ですよということになるわけでございますので何の不便もないんじゃないかなと思ってます。あともう一つ あの、何としても夫婦別姓をと運動されている方々まあ、政治家も含めてですが、まあ、その方々から聞こえてくるのは、そもそも戸籍制度をなくしちゃえばいいじゃないかという声でございます。安倍元総理と私が心配していたのはこの点でございます。まあ、つまり、あの日本の戸籍制度っていうのは、これは世界に例を見ない。 あの世界に誇れる見事なシステムでございますつまりあの重要な身分関係を明確にするために血族姻族、えー、配偶関係を記載した、えー、工場なんですが新しい戸籍と古い戸籍旧戸籍の双方に相手型戸籍をこう特定表示するということができますので。 相相手方の戸籍を相互にこう作出できますだから進行あの両方の戸籍を連結する、えー、という、まあ、記載も可能ですから無限の親族関係をこう広がりその広がりを証明することができます。だから戸籍の交渉力、まあ、公に証明する力、えー、というのは非常に強いものだと言われています。あの遺産相続の分,分割協議手続きでも隠れた 法定相続人の存在を確認するような時にも戸籍が使われます。で戸籍っていうのは近親婚を防止するそれからあの、まあ、生まれました出生、えー、死亡離婚で任意認知またあの母子家庭の児童扶養手当それから障害児童障害を持ちの児童の特別児童扶養手当それから母子不死 えー、今,今時はあの父子と書きます母子不死、えー、家父福祉資金の貸し付け、まあ、戦没者遺族に対する特別懲,、えー、懲役金それから成年後見の申し立て手続きで家事調停事件の手続きなどさまざ、あ、まな場面でこれは行政や司法の基礎となってます。例えば20年以上 婚姻関係を継続しているご夫婦の間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者構造の制度でもですね、この戸籍によってちゃんと20年以上、えー、婚姻関係があるんだなということがわかります、まあ、そうすると、まあ、他国には例を見ない戸籍制度だから廃止するべきだじゃなくてあの他国に誇れる優れた制度だから 守り抜くべきだと私は考えております、まあ、よくこの「夫婦別氏」という話になりますとあの戸籍上も別々にするんだよっていうのとあと通称使用、まあ、戸籍は一緒なんだけど通称使用するんだよってもうこの辺がごちゃごちゃになってしまうあのイメージとしてですねごちゃごちゃになってしまっている嫌いもございますけれども、まあ、そうではなくて、まあ、今今 えー、通称使用届を出すだけで、まあ、あの国家資格は全て旧姓、えー、で旧氏で OK, 婚姻前の無で OK ですだからまあ全部の、あのーまあ、行政組織そして団体などがこれに対応していただけるとおおむねの不安、あのー、不便というものは解消できると、まあ、私は確信をしてます。 おりますというようなことで、まあ、これは賛否両論皆様はあの終ありだと思いますけれどもとっても重いテーマでもあります、まあ、選択的だからいいんじゃないのというご意見もあれば、まあ、やっぱりファミリーネームは戸籍上維持して通称を使えればいいんじゃないのというご意見もあの様々だと思いますけれども一回みんなでしっかりと考えてみなきゃいけない立ち止まって考えてみなきゃいけない。 えー、重い大きなテーマでもあると思いますので、まあ今日は私の意見をお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。